おはようございます。おはようございます。いやー、来ちゃいましたよ、今日も。今日もね。はい。フィットネクサス。はい。油店。はい。あ、来ました。やっぱいいね。いいっすよ。ね。はい。開放感というか。うん。まあ、ちょっと後でジムに進むんですけど。はいはい。まあ、実は、今これ監修って書いてあるんですけど、うん、ここのジムのマシンが新しく入荷したんですけど、はいはい、そのマシンを僕が選ばせてもらってます。そのマシンの説明も、まあ、後ほどちょっとこう、映せていけたらなと思ってるんですけど、はい。まあ、特に背中が弱いからさ、背中を強化するために、もう背中のマシンを入れたんで、まあまあそうだね。まあ、肩もあるんだけどね、はい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 、背中がメインという部分になってますので、うん、詳しくは、おそらくここのジムのスタッフさんに、説明をしていただいた方が、そうね、一番わかりやすいです。フィットネクサスの小林さんです。小林です、はい。よろしくお願いします。このジムのクオリティで、はい、ね、なんと3,900円、はい、税込みです。なんかお知らせとかってありますか？まあ、今キャンペーンやってるんですけど、はい、一応4月30日までに入っていただくと、初月日割りの金額だけでご利用いただけるので、はい、結構お安く。なるほど、紹介キャンペーンもやってるんですけど、はい、まあ、今会員さんが新たに紹介していただくと、ね、会員さんと新規の方、こちらも会費無料に、入別会費が無料になるので、すごいね。これ以上ちょっと人数増えたらパンパンになるんじゃないですか。マジで。だってこの時間今午前中なんですけど、うん、普通にめっちゃ人いますから。いや、かなりいるね。3,900円だね。考えられないぐらいのジムなんですよ。いや、ほんとレベルがね。マジで。うん。綺麗なのよ、そして。確かに。まあ、いいキャンペーンですよね。確かに。で、入会金もかからずと。かからず。ジム手数料もかからず。いいっすね。いいじゃないですか。たまに俺が来ると。そういうこと。そういうこと。みたいな感じになってます。はい、まあ。ぜひ皆さん、チェックをお願いします。はい。というわけで、ちょっと今日はね、がっつり胸トレーニングで使わせていただきますので、頑張ってよろしくお願いします。はい。いや、今日はさ、胸のトレーニングなんですけどね。うん、胸の中でもさ、ドロップメニューなんですよ。ドロップね。そう。だから、どちらかというと、回数を重ねていくメニューが多いですね、今日。うん。純粋で、胸郭がさ、うん、こう、張ってるのが、すごい胸のトレーニングが重要だから。はい。まあ、いいっすね。1種目目なんですけど、はい、ペックデックのフライですね。回数はね、15から20レップの、ドロップです。はい。はい、なんで、まあ、最初の2セットは、ウォームアップして、まあ、メインの、セットが4セットあるので、これを今からやっていきます。はい。マジでドロップだな。一番ね、でも、ね、代謝上がりやすいね、ドロップが。うん、1週、2週、3週でメニュー違うじゃん、俺。うん、そうだけど、3週目の、このドロップメインの、公開数メニューが一番パンプする、ね。なるほどね。だからやっぱ血流をさ、うん、刺激の入り方がまた別だから、はいはいはい、地味にきついんだよね。はい、今1週目終わって、次は、ダンベルのインクラインダンベルプレスと、はい、インクラインダンベルフライのスーパーセットで取り込んでいきます、うん、このベンチの数やばくない？えぐいなこれ。2回ね、夜来たことあるんだけど、はいはい、えぐいのよ、もう人がいる人がね、うん、だからもう社長の気遣いでこんだけベンチがあるっていう。ダンベルまだあるからね、これ。そうだね。まあ、というわけで、まあ、やっていきましょう。はい、1種目目、はい、スーパーセット、はい、基本的にね、15から20レップ。15から20。あ、まあ今日のメニューはね。うん。で、まあ1目目はスーパーセットなんで、はいはい、プレスやってフライ。うん。でもね、プレスで効きすぎて、フライはね、ちょっと20キロで10回20レップしかできなかったから、ちょっと下げます。オッケーです。
2種目目が終わって次は、シーテッドのね、うん、プレスやるんで、はい、おいっす。さっきがね、あの上部狙いだったんで次は中部あたり、うん、こう狙う感じでこれやってるんですけど、はい、まあ、これもドロップっすね。でもだいぶ疲れたわ。頑張りましょう。一回面白いこと言ってもらっていい？え？一回面白いこと言ってもらっていい？面白いってこと？はい、胸がダパンプしてますね。うん、まあ、スタンディングのケーブルオーバー、うん、フライですね。これはストレッチかけてから最後のこの内側の収縮までをやる種目で、うん、はい、今日は終わります。はい、疲れた。いや、お疲れっちゃ。だいぶ疲れたよ、もう。やっぱドロップはきついね。まあ、ちょっと今元気ないもんね。疲れた。まあ、というわけでですね、まあ、今日はそんな感じのトレーニングでしたけど、はい、あともう一個ね、ちょっと紹介したいことがあって、一応ね、ここのジムが3月にリニューアルしたんですけど、その、 あのリニューアルをする際に、まあ、新しくマシンを、まあ、導入するという話を、あの、まあ、社長に聞きまして、まあ、僕が、その新しく入るマシンを選ばせていただいたという感じで、うん、このマシンがもう入ったということで、はい、まあ、それはちょっと紹介していけたらと思ってます。はい、ちょっと見に行きましょうか。はい、これですね、こちらです。はい、パナッタのメタ状態でのローイング、うん、やっぱこれ入るの？うん、おー、僧帽筋の上部中部あたりがガチに狙えるから、うん、まあ、そこだけに入るマシン、うん、まあ、ちょっとフリーエイトに近いと思うんだけど、なるほどね。あ、そんなに重量は使えないんだけど、まあいいやつです、まあ、でも逆にさ、これ握んなくてもいいんだよ、別にダンベルとかでも。ああ、そういうことか。ダンベル持ってきてこれでもできちゃう。なるほどね。続いてのマシンが、はい、こちらですね。はい、まあ、あのパナッタのナットプルダン、うん、もう握り位置がね、この2つあって、この大円筋の上バテに入るって、まあ、後輩大元気に入るらしいですね、はい、うん、これもね、実際ね、あの、うん、現地っていうか社長とね、そうだね、行って見てきたやつですね。そうだね、四国まで行って見てきましたね、うん、はい、まあでもあの台湾でも見てるんだよね。ああ、台湾のジムに行った時に、はい、まずこのパナッタっていうマシンがめちゃくちゃ入ってて、うん、そうで、全部一通り全てマシン使って、はい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 、でその中でもうあの今日本で取り扱っているところがあって、うん、あそこに行って、試して意見交換してみたいな感じで選んだ感じなんで、はいはい、日本にやっぱこのパナッタって入ってるの少ないのかな。うーん、まあ、最近入り始めてる、でもまあまあそんなに多くはないけど、まあ、はい、だからちょっと知名度が上がってきてるブランドです。なるほど。で、もう一個がこちらの、まあ、胸のここの下のカブラインと三角筋の肩の横ね、三角筋の後部を狙えるマシンを持ちながら下げると、こうなる。おお。で、ここに鎖をつけるんですよ。はいはいはい。一打で何でもできるんだ。そうなんですよ。万能っすな、これ。この上に持ってって。うん。ちょっとフライに近い。これもパナッタか。全部パナッタ。全部パナッタか。あとね、もう一つね、
あのマシン以外にもあって、社長と相談して、はい、法人がエリアが欲しいということを伝えたので、なんと全部下がる。これすごいね。っていうエリアを作っていただきました。はい。はい、で一応なんか、ここから多分ね、こっちはね、一応上羅 OK。一番何がいいかって、ここの斜めなのよ。そうね、斜めで例えばバックのポージングを取った時に自分のバックが見えるっていうね、自分のこの後ろ姿ってさ、なかなかこう見にくいわけよ、うん、そう、だからそこはねめちゃめちゃいい。うん、俺も大会前これあれかな、ポージング練習でもしに来い。確かにポージング練習がしたぶん監修したマシンが3つと、うん、このポージングエリアがリニューアルして、はい、はい、あとなんか、まあ、細かいところ話すと、まあ、そのベンチの台が1個増えたりとか、うん、何かがね結構こう増えてるんですよ。はいはいはい、そう、結構混んでてもたくさんあるからさ、うん、台数あるのにちゃんとね歩くスペースもかなりあるっていう、動線もちゃんと確保されてるし、うん、そこの部分も考えられてます、うん、とてもいいチームです。さすがっす。今日はそんな感じで、はい、このジムでトレーニングして、このジムの紹介も兼ねてね、はい、はい、という動画になりましたけど、まあ、ぜひこの近くに住んでる方は一度来ていただけると嬉しいなと思いますので、はい、はい、ぜひチェックしてください。というわけでまた次の動画でお願いします。お願いします。